えー、誠に勝手なのですが、長年抱えていた悩みを岡田先生であれば消化していただけそうな気がしたので、着させていただきます。ちくしょう。ただ、ただで見てるやつがこんなに <laughs>。 <laughs> えっと私は8歳の頃にシングルマザーの母が高いし、お母さんが死んじゃったわけですね。以後、養父母、つまり、あの自分を養子縁組してくれた父親と母親のもとで育ちました。中学校、高校、大学と私立に通わせてもらおう。非常に恵まれた環境だったのですが、どうにも性格が合わず、早く死ねばいいのに <laughs> とさえ思ってしまいます。はいはいはい。表面上では気丈に振る舞い、誕生日に渡す手紙に、いつもありがとう、大好きだよ、などの文言も添えるのですが、 本当は心の底から憎んでいます。この漢字はもう二度と変えられないのでしょうか。虐待などなく、温かく接してくれました。多大な恩恵を受けてるはずなのに、何が原因でこんなに憎んでるのか、自分でも理解できず苦しいです。あかりさんね、20代ね。 20代だったらそろそろ踏み込んでもいいかなまずあかりさんが本心と思ってるつまり、えー、死ねと思ってる憎しみが止まらない心の底から憎んでるこれが本心だというふうにあかりさんは思ってますよねで誕生日にですね渡す手紙にはですね「いつもありがとう大好きだよ」って書いてますよねで書いてるのがですね嘘だと思ってますよねハーフハーフだと思うんですよまず、本心のいつも 憎んでるあの、嫌いでしょうがない早く死ねと思ってるっていうのは半分本心で半分嘘なんですよで、えー、いつもありがとう大好きだよっていうのは半,あの半分本当で半分嘘なんですよだからどっちも半分本当で半分嘘なんですよねでなんでそう思うのかっていうとこれはもうあかりさん自身ももう二十二十歳超えたから感覚的につかめると思うんですけども。 愛情の、ね、反対って無関心なんですよ。愛の反対は憎しみではなくて無関心なんですね。そのものに関して全く無関心になることが愛情がなくなるということなんですよ。愛,愛情の反対なんですね。で、憎しみっていうのはね、あの、愛情の変化形というか歪みなんですよ。 歪んだ愛情のことを憎しみというだけであってですね、えー、憎しみと愛情というのは本来同じものなんですね。ちょっとあの歪みが入っていれば憎しみになるし。だからあの愛してるからといって虐待してる人というのはこの世の中にザラにいるし、愛されてるからといってその親を憎むような子供もやっぱりザラに存在するんですよ。すごい当たり前のことです。で あのなのであかりさんはですねその自分を引き取ってくれた養子縁組してくれたお父さんとお母さんに歪んだ愛情を持っちゃってると思うですね。ここを抑えましょうつまり憎んでるのではなくてですねその歪んだ愛情を持ってるんだというふうに考えれば分かりやすくなるんじゃないのかなと。で多分ねその理由は何でこんなによくしてくれるのかわかんないこのよくしてくれるのを私は返せると思えない 血がつながってない子供の私にここまでしてくれる理由が自分にはわからないからなんか心の中で嫌な感じがする。で、もうコンプレックスがすごく強い。だから憎まないとやってられないというような感じ、罪悪感みたいなもんかもわかんないしうん、見下されてる感じがするので愛情を受ければ受けるほど向こうがマウント取ってるような気分になるのかもわかんないですね。それは よくわかんないんですよ。 なんで、あかりさんの相談はですね、こんなに、なんでこんなに憎んでるのか自分でも理解できず苦しいですっていうことなので、ここのみに集中して答えると、歪んだ愛情だからですよと。<laughs> なので、歪んだ愛情だと分かれば別にそれを直す必要ないです。だって今現に表面上は明るく振る舞って、で、誕生日にはありがとう大好きだよって書いてるんでしょ。現在で全く問題ないですで。あなたが腹の中でどう思うと全く問題ないです。その 建前を貫くだけでいいんですからで、親がそのあのあ養子にしてくれたお父さんとお母さんが死んだ時に喜んでも全く問題がないですし自分でも意外なほど落ち込んだとしてもそれは本当によくある話なのでですね気にしなくていいんじゃないでしょうかねだから自分の中の落ち着けどころとしてなんで憎んでしまうんだろうではなくてなんで私の愛情はこんなに歪んじゃうんだろうっていうふうに考えた方が多分わかりやすいと思います 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。